男坂女坂の上から撮影発達例頂上は、中華人民共和国北京市の北西部遠京区に位置する頂上。世界遺産、万里の頂上の訪問可能な地点のうち、最も有名かつ一般的な観光地。万里の頂上のうち最も早く観光地として一般公開された場所である。現在の遺構は秋代に建設されたものである。北京郊外に位置し、 北京市内と直通する発達例高速道路が建設されるなどの高い利便性から年間を通じて多くの観光客が訪問する。ただし冬季は北京市内より気温が下がり、春は交差現象が多く観測され、また7月頃には霧が発生することから温暖で晴天の多い周期が最も混雑する。この地区の頂上は首都防衛を目的とし、 また、王朝の威厳を示す目的もあり、特に剣道な建築物となっている。一般に認識されているレンガで建築され、ところどころに暴露がある万里の頂上は、北京近郊の頂上に特有の様式であると言える。当地を含めて観光客に一般公開されている地点は、ほとんどの場所で大規模な修復が実施され、谷の底にある入場口から、 両側の山に伸びる頂上のいずれも途中まで公開されている。観光用のロープウェイが両側の山の上まで設置されており、これを利用して山登り口から入場する観光客も多い。日本の旅行会社やガイドブックは便宜的に北側の頂上を女坂、南側を男坂と称し、現地日本語ガイドもその紹介を用いることがあるが、中国語では 特に定まった故障は使用されていない。勾配の急な北側に観光客が集中する傾向にあり、最高地点の北八郎は海抜線15メートルとなっている。市内からの交通は高速道路を利用してのアクセスが一般的である。観光客は当地と民の13両を周遊するツアーバスを利用することが多い。中国人向けの一般的なツアーから、 外国人向けの高価なツアーまで運行されている。また公共交通機関としては北京市北部徳政サリから出発する路線バスが運行されている。路線バスには共造高速道路で直行する直立会車と途中頻繁に高速道路から一般道に降りて途中のバス停に停車する空調車が存在する。また王道天駅から出発する北京市郊外鉄道。 S2000 S も1日あたり下り9本、上り10本が運行されている。以前は北京北駅から発着していたものの、京町都市間鉄道の建設工事に伴い発着駅が変更されたので注意を要する。また、発達例駅は、頂上から徒歩15分の場所に位置している。現地では、頂上後部と連絡するロープウェイも2路線設置されているほか、 下りのみの小型トロッコのようなカートも付設されている。ふもとに、頂上博物館があり、頂上の入場券を持っている人は提示すれば、無料で入場できる。南側の麓には、熊楽園という施設も運営されている。ありがとうございます。